メシは、林文子による、長編小説。1951年4月1日から7月6日まで、朝日新聞に連載、同年6月28日の著者の休止に伴い150回の予定を97回で、連載終了し、およそ3分の2を書き上げて、未完の絶筆となった。同年10月に、朝日新聞社より刊行された。昭和26年の大阪を舞台に、 ごく平凡なサラリーマン家庭の夫婦の物語を描く。成瀬キオ監督、原節子主演により映画化され、1951年11月に公開された。夫婦を演じる原節子と上原県大恋愛の末に結ばれた岡本初之助、3000代の大阪在住の夫婦は結婚から5年を経て、 倦怠期に突入していた。世間からは美男美女の幸福な家庭と見られているが、些細なことで衝突が続くようになっている。そんな中、初之助の命である里子が家出をして、東京から大阪へやってきた。家計をやりくりし、家事に追われるだけの日々に疑問を持ち、不満を募らせていた三千代は、楽しそうな初之助と里子の姿にも苛立ちを覚える。 三千代は里子に帰郷を促し、里子を送る名目で、東京の実家に里帰りし、久々にのんびりとした時間を過ごす。東京での食探しをいとこに頼み自立を考えるも、悶々と考えあぐねる三千代のもとにある日夫の初之助が訪ねてくる。飯は、1951年11月23日公開の日本映画である。東方製作、配給。監督は、 ナルセミキオ、主演は、原節子。モノクロ、スタンダード、97分。林文子の未完の絶筆となった、同名小説の映画化で、後に、稲妻、浮雲、放浪記などと続く、林原作、ナルセ監督による映画作品の第一弾。第25回キネマ旬報ベスト展第2位。昭和26年度芸術祭参加作品。 手塚山でのロケ風景原作は1951年に朝日新聞に連載された林文子の長編小説であるが連載中に林が急成したことにより未完の絶筆となったそのため映画化に当たりなるせや脚本の田中澄江、井出敏郎によって独自の結末が付与されたが会社から結末が離婚では困ると要望され妻が夫の元に戻るような終わり方にした 当初は、千葉康樹が監督する予定だった。また、村田新三役は、伊豆はじめに決まっていたが、スケジュールの都合で、小林刑事に交代した。当時大英専属で仕事が減っていた小林は、この作品で東方に貸し出されて認められたことを、きっかけに移籍する。当時の成瀬は、戦後の浦島太郎の公営前後から始まった、スランプと目される時期で、 作品の質、工業収入ともに振るわない低空飛行が続いていた。そうした中で制作された、この作品は、林のリアリティあふれる描写を盛り込んだ上で、倦体期の夫婦という暗鬱な題材ながら軽妙な、処理で親しみやすい皇室のホームドラマに仕上がった。ナルセにとって、この後多くの女性映画を手掛ける講師の作品で、監督としての演熟期を迎える契機となった。 公開後にはこの作品は大きな工業的成功を収め、ナルセ復活を世間に印象付けた。作品の成功には、原作のチョイス、川端康成の監修によるアレンジが奏功したことは、もちろんだが、分けても、主演の上原、原料名の清潔感あふれる演技の貢献は大きい。原は、当時、一連の小津康二郎作品で、 永遠の処女と呼ばれる神話性を持ったスター女優であったが、この作品では、姿勢の所体や連れした女性を演じ、新境地を開拓している。ただし、映画独自の結末には、林文学のファンなどからは、批判を受けることもあり、この夫婦は、別れるべきだった、林自身は、そのような想定をしていたなどの意見がある。なお、林自身が、 どのような結末を想定していたかは不明である。また原作にも描かれる大阪の名所が数多く登場し、復興期の街の風景、観光案内としての楽しみ方もできる作品である。ありがとうございます。